アトマンは Linux カーネル開発者である。彼は現在、ステーブルブランチの Linux カーネルをクリスライトと共にメンテナンスしている。主に次のカーネルサブシステムを管理している。目下開発中のドライバが投入される、ステージングサブシステム、USB、ドライバーコア、ディバグフス、クレフ、コブジェクトそしてシスフスサブシステムである。また、ユーザー空間、I おハンス・ジェイ・コッホと共に開発し、ティ・レイヤーの管理を行っている。リナックス・ホト・プラグのメンテナでもあり、デブプロジェクトの創設者である。加えて、彼は、元等リナックスにおけるいくつかのプログラム並びに、カーネルのメンテナンスを手助けしている。彼は、かつては、ノベルのスセラボ部門に所属していた。2012年2月以降は、リナックスファンデーションに在籍している。 彼は Linux デバイスドライバーズサード 3rd ションの共同執筆者である。そして Linux カーネルインエーナジェルの著者である。かつては Linux ジャーナルへ寄稿したことがある。彼はまた Linux カークローハートマンはしばしば Linux カーネル開発やドライバー開発に関する文書について講演やチュートリアルを交え説明する。2006年には彼は リナックスデバイスドライバ開発を行うプログラマのために開発導入用の CD イメージをリリースした。リナックスファンデーションによるインタビューにて彼はリナックスカーネル開発の詳細な情報の説明やドライバ開発のチュートリアルセッションを多く言っている。2006年にはリナックスシンポジウムにて基調講演を行った。2010年。 六本木で開催された Linux Foundation 主催の Linux c o n ジ Japan 東京2010においては主に Stable3 の管理についての講演を行った。講演の最中にバグ修正が完了した Linux Carnel ジョン2 6 35.7をリリースしており、その中でソースコードのトップレベルメイクファイルに書かれたコードネームを横浜と名前を買いリリースした。 ありがとうございます。